プラットバスは宮崎県日向市が総合政策部総合政策課を所管として運行するコミュニティバスである。日向市ではコミュニティバスとして主に中心市街地及び中心部に近い地域を運行するプラットバス、中心市街地と市南部の地域を結んで運行する南部プラットバス、市南部地域で運行する乗り合いバス南部、 旧統合町域で運行する乗り合いバス統合がある。本記事では、日向市の運営するすべてのコミュニティバスについて記述する。いずれも自家用自動車による有償運送である。日向市駅東口を拠点に、日向市の中心部及び中心部近くの地域を運行するコミュニティバスである。2002年3月限りで長寿定期。 乗車健康不事業が廃止されたため、その代替として2002年4月1日に運行開始した。愛称名のプラットバスは日向市民を対象に募集し、選考により決定した。運行開始当初はひまわりタクシーに委託して運行していたが、2009年4月の見直しの際に道路運送法の規定に基づく自家用自動車による 優勝運送に切り替えられた。東西南北、各2コース、計8コースがある。各路線とも、一方方向のみの循環で1日5本運行。路線によっては、一部の停留所に停車しない便がある。自家用優勝運送への移行時に導入された2台の、日の、リエッセを使用しており、それぞれ青一式と、緑一式に塗装されている。青の車両は、 東コース、南コース、緑の車両は、西コース、北コースを運行している。運行開始当初から自家用優勝運送への移行までは、緑ナンバーの三菱不装、エアロミディ ME を専用車として使用していた。デザインは太陽、雲、ひまわりの花、蝶を描いたもので、プラットバスの愛称と同様、日向市民を対象に募集し、選考により決定した。 南部プラットバス日向市中心部と南部のミミツ地区を結んで運行するバス。宮崎交通の津の日向間が廃止されたのを受けて2016年4月1日より運行開始した。一路線のみで日向市駅東口を起点に日豊本線沿いに南下し、ミミツ駅から南方のミミツ町を一周した後同じ経路で、 日向市駅東口に戻る、ラケット型循環路線である。日向インターチェンジも経由する。この路線のみ運賃が区間制で、1日乗車券は、使用できない。1日7本の運行であるが、始発便は、ミミツ駅入口始発日光市駅東口行き、最終便は、日向市駅東口始発落ち主海行きとなる。車両は、オレンジ色一式の日の、 ポンチョが使用されている。市南部のミミツ、幸い脇、平岩地域を運行するバス。三路線あり、いずれも、週1日のみに往復が設定されている。予約制で、事前に予約があった便のみ運行する。日向交通協同組合が運行する。南部プラットバスとの接続を考慮した時刻となっている。旧統合町域内を運行するバス。 五路線あり、いずれも週1日のみに往復が設定されている。予約制で、事前に予約があった便のみ運行する。三院タクシーが運行する。全路線との道の駅統合を発着もしくは経由し、日向市中心部との間を結ぶ宮崎交通バスとの乗り換えが可能である。ABC、プラット出かけるときのバスですから。 広報ヒューガ2002年3月号 P8、東郷、南部、細島で乗り合い始めますから、広報ヒューガ2009年4月号ピアニッシも8から11、南部プラットバスが運行開始から、広報ヒューガ2016年4月号 P16。ありがとうございます。